ラグナドール。そこまでだ。縁を結ぶのはな、千年の因果をまとめるにはまだまだ早い。壊れなさい。朱雀の炎で灰となる。それを名誉と思いなさいな。久しいの卑しい鳥よ。あまりにつまらぬ芸ゆえつい消してしまったわ。これはこれは、とんだお目汚しをいたしました。おざくなしれどり。民、家族、よくもやってくれたな。せいぜい楽しませてくださいまし。滝夜叉の盾、その身で知るがよい。何やめる、何やめる、何やめる。よかろう、八つ咲きにしてくれる。消し炭になるまでお相手しますわ。さあさてさてさて、姫様の芸、久々に拝見しましょうか。よかろう、シレドリ。千年ぶりにとくと見よ。はっはーく、くれ経典演武。死生獣のか、飾りではないな。千年前の大戦を思い出す。主ら死生獣とは肩を並べて戦ったものよ。だのになぜ悪に手を染める。私ね、地獄におりましたの。退屈という地獄に。けれど生命様は教えてくれた。破壊、蹂躙、
焼却滅亡。はあ、なんて甘美な喜び。落ちたな、シレドリめ。わお。地獄とは貴様のような顔をしているのであろうよ。怒り顔も愛らしいこと。こやつはわらわが食い止める。だからイズナよ、頼んだぞ。ママママくん、イズナ、後ろやべえぞ。
救い主様、心あらばお聞きください。この世界に生きる者の願いを、うん、世界に生きる者の願いの声を。どうか、どうか我ら妖怪をお救いください。私の名はイズナ、この幻妖界に住まう妖怪の一人です。来ちまったげ。クダギツネも知らねえのかよ。こりゃ外れげな。クダ、ま、イズナの好きにすりゃいいぜ。我が主滝夜叉姫の命により、あなた様を幻妖界へと召喚いたしました。このレーグイザヨイはあなた様のもの。どうか我ら妖怪をお救いください。イザヨイが一人でに。おい、なんだよありゃ。空にひびが入り始めてんぞ。中から何かが。救い主様、危ない。何者かは知らないけれど、この方には指一本触れさせない。救い主様は私の背後に必ずお守りいたします。俺はやったらねえ。ま、せいぜい死ぬなよ。死なない、生き延びてみせる。みんなで。救い主様、妖の気が満ちていく。これはまるで命の音。電圧が高まっていく。これが救い主様のお力ならばやれる。気合を入れていきます。
まあまあな。勝った。救い主様、ご助力ありがとうございました。素敵なお名前、これよりは心よりの敬意を込め、私の仲間塗り壁という名の妖怪もこの付近で戦っております。どうかその者にもご助力を。はい、よろしくお願い。思っていたよりは役に立つな。お前さん、こないだよりは随分マシだ。さて、これからどうなるかな。千年紡いだ因果の糸、こじれるか結ばれるか、それとも…おっと、喋りすぎだ。ま、やりたいようにやってみな。
今日もがっぽり稼ぐにゃ。ド派手コロニャ。首周りを撫でられると弱いんだにゃ。ゴロゴロ待ってたにゃ。会いに来てくれて嬉しいにゃ。会いに来てくれて嬉しいにゃ。